皆さんこんばんこばっきあの Vimeo と YouTube の、えっと、連動したライブをやってみたんですけどなんか音声が途中で途切れてしまったのでこちらで撮り直してみようと思って撮り直してみました。さっきお話ししていたのは今あのいつも私がね撮っているカメラは目の前にあるんですね。なので あの本当に田川とお茶してるぐらいの距離なので「そうなのよこんなことがあったのよ」なんていう声でお茶しないじゃないですか。だけどえっ、ー、とそうそうそうなのであの何て言うんだろう割と距離感が近いんですけどえっ、ー、とさっきは5メートルぐらい離したところから取ったんですね。なのでちょいとあの なんていうのかな届けようっていうその呼気の強さとか発音の強さとかを皆さんに感じてもらおうかなと思って距離感を作ってもらったんですけどなんか途中で変なあのピって止まってしまったりしてちょっとあまりにも聞き苦しかったのでこちらで撮り直そうと思いましたなので例えば私がお茶をしているときに話している発音の強さとそれから十人の皆さんと例えば 座談会じゃないけど話す時とかそれから20人の皆さんの前で打ち上げで挨拶をしますとか30人40人ってなってたらやっぱり古希も言語の強さも全然発語の強さも変わってくるのと同じようにやっぱりあの、ね、お風呂で鼻歌を歌っているような強さで歌うわけにはいかないので今高齢者澤が恋のバカンスを歌ってるんですけどその恋のバカンスを歌うにしても。 あのただの鼻歌みたいになってしまわずにきちっとた「ため息の出るような」「ため息の出るような」ってきちっと発音していかないと「ため息の出るような」ってなってしまうのでそういう練習をしたりしています。でですねもう一つさっきお話ししていたのがあってその「ため息の出るような」っていうのもそうだけど「ため息の出るような」って言ってるのに歌う時のブレスですよね。だから ため息のって言われたら、ちょっと、ええって感じしません。ため息の出るような。熱い。砂の上でだっけ、ほで。分かんないけど、なんだっけ。えっと、分かんないけど、その、その時の息の入れ方と。それから。うんと、私がよく歌ってる、うんと。 「レデラビス・アフレプレチ」って歌う時とでは絶対息継ぎの仕方が変わると思う息継ぎの仕方っていうのかな、うん、息の種類は何種類もあるわけで,でさっきも例えでやったんですけど「あーいい香り」っていう時と「何この匂い」っていう時と「あの人って素敵だな」って思う前の。 あの人って素敵だなってそれぞれに息遣いって人間って喋る前に変わってると思うんですね。だからその息遣いで例えばだけど私がよく感じるのがあのこのこの例えばまこのネックレスの えと「もうちょっと短いバージョンがありませんか?」とか「これのもう同じものをプレゼントしたいから同じ在庫ありませんか?」ってお電話をした時に向こうの店員さんの反応で「お待たせいたしました!」っていう時と「お待たせいたしました田川様すいません!」っていう時の「田川様すいません!」ってことは絶対なくて「田川様すいません!」って「もうもう在庫がないんです」っていう時のその前のブレスから。 ああないんだなみたいなあ,あ残念だなって人って空気で感じてるものなのでそれが大太郎の中に盛り込めたらすごく素敵だなと思ってと言いますなのでコールヤザーとかも私が関わっている合唱団の皆さんたちにはいつも言ってますそのブレスから嬉しいのか悲しいのか苦しいのか幸せなのかによってブレスも違うんでないかいという話をしています そんなことを織り込んださっきライブをしたんですけどあのねこういうトライアンドエラーを繰り返しながら新しい試みにいきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。でこのボーニーちゃんのこの大骨先輩がね今顎を外してくれてるんですけどこの裏上の歯のこの真後ろにはもう決意があるんですよね。真後ろには頸椎があるから ここが一緒に響いてくれてるんですね。骨伝導してくれてる。なんか今骨伝導の骨伝導のなだっけイヤホンかかなんか流行ってるっけ。ね骨伝導どんどん感じていきましょうね。これだからそこ,こにお口がついちゃうと下顎がついちゃうとなんかまるでこの下から脊椎があるようだけどこの外骨さん自らご自分の顎をね外して見せてくださってたように。 ここにもう頸椎見えるのね、頸椎がわかります頸椎がこの上場のちょうど奥歯の真後ろぐらいのとこが頸椎ある皆さんが意識してらっしゃる頸椎ってもうちょっと下じゃないかなと思うんですけど ここからケツイさんです。で、ケツイさんは頭骨さんと頭骨さんと背骨さんとどっちに響きに行こうかなっていう息をあの行ったりああごめんなさい行ったり来たりしている恥渡しになってくれていますのでとても大事なんですケツイさんこれがまっすぐ伸びてるのがいいですね。じゃあね皆さんなんか今日ハプニングだらけだわ。でも最後はちゃんと顎を戻します。じゃあね皆さん顎は柔らかくですよ。バイバーイ。チャオ。